アジア協力対話は、大陸レベルでのアジア各国の協力を促進し、ASEAN アア、s a r 湾岸協力会議、シャンハイ協力機構、ユーラシア経済連合などの別々の地域組織の統合を支援するために2002年6月18日に設立された政府間組織である。ACD の主要加盟国は、クウェート、カタール、スリランカ、トルコ、インドネシア、タイ、 ウズベキスタン、中国、日本、パキスタンで、これを ACD 主要10カ国という。アジア協力対話のアイデアは、2000年9月にマニラで開催された第1回アジア、政党国際会議において、対愛国党代表タクシンチナワットに代わって、副代表のスラキアット・サティアン隊によって提唱された。大陸としてのアジアには、アジア全体の協力を議論するための独自のフォーラムが、 設立されるべきであると提案された。その後、ACD のアイデアは2001年7月23から24日のハノイでの第34回アセアン外相会議、及び2002年2月20から21日のプーケットでのアセアン非公式外相会議で正式に提案された。ACD の主な目的は以下の通りである。アジア域内の知識基盤社会を発展させ、 コミュニティと人々のエンパワーメントを高めながら、アジアの人々の貧困削減と生活の質の向上に役立つ共通の強みと機会を特定することによって、あらゆる分野の協力において、アジア諸国間の相互依存を促進する。アジア域内の貿易と金融市場を拡大し、競争に代わってアジア諸国の交渉力を高め、ひいては世界市場における。 アジアの経済競争力を高める。他の地域にとって実行可能なパートナーになるために、既存の協力的枠組みを保管し保管することにより、アジアの可能性と強みを構築することによって、アジアの協力における欠けているリンクとして役立つ。最終的には、アジア大陸をより平等な基盤で世界の他の地域と交流し、相互の平和と繁栄に向けて、 より積極的に貢献することのできるアジア共同体に変える。アジア協力対話の加盟国の拡大アジアの国と地域組織の相互関係 VDEACD は18の加盟国により設立された。2016年3月以降 ACD は以下に示す34の国で構成されている。社体時は他の地域の地域組織であることを示す。 2004年9月27日の ACD 朝食会にて最終的に加盟が確認された。ABC 国土の一部はヨーロッパである。トルコは1999年以降、欧州連合の加盟候補国である。ありがとうございます。